皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。非重ドラマ「ILOVEYOU」TBSK がじわじわと面白くなってきた。物語の主軸になるのが、チョコレート会社社長、本宮由里、二階堂ふみ、29と、韓国人留学生のユンテオ、チェ・ジョンヒョプ、30による恋の物語。年齢差、言葉の壁、由里の抱えた過去などを超えて、 2人がが結ばれるるのかかどうかが鍵になる第5話からは「恋の当て馬ポジション」に君臨する花岡亜と中川大志25についにスポットが当たった有利とは大学時代からの友人関係で共に会社を立ち上げた同志実は学生時代から有利への思いをずっと隠していた今回フォーカスを当てたいのは「恋の当て馬」役について 今まで数々の俳優たちがこの役どころで視聴者の心をざわつかせてきた今このポジションに最もふさわしいのが中川大使の演技であると声を台にして言いたい恋だらけの比重ドラマに欠かせないポジション「i W が放送されている毎週火曜22時の放送枠は「比重」と呼ばれているここ数年「胸キュンラブストーリードラマ」が立て続けに放送中だ 放送時間のイメージを示すかのように放送された作品の多くは恋の文字が使われている20年は恋は続くよどこまでもお金の切れ目が恋の始まりこの恋温めますか21年はおおマイボス恋は別冊で以下ボス恋略着飾る恋には理由があって22年は持続可能な恋ですか父と娘の結婚行進曲 今年の春クールは、ぬくみメルがプライム大発主演を飾る、誰が私と恋をしたが予定されている。サブスク、新着記事、ランキング、カテゴリー、コミック、ブラビア、タレコミ投稿、ミニゲーム、最新号、注目ワード、セクハラ、牧陽子、有吉弘行、大谷翔平、結婚、羽生結弦、TBS、松本人志、アイラブユー、盛り上がりの立役者。 中川大使が恋の当て馬役で大ブレイクの予感2024年3月5日芸能この記事をシェア非重ドラマ「アイラブユー」TBSK がじわじわと面白くなってきた物語の主軸になるのがチョコレート会社社長本宮百合二階堂文二十九と韓国人留学生のユンテオチェ・ジョンヒョプ三十による恋の物語 年齢差、言葉の壁、百合の抱えた過去などを超えて、2人が結ばれるのかどうかが鍵になる。火曜10時を盛り上げている中川大志、すべての写真、全2枚。第5話からは、恋の当て馬ポジションに君臨する花岡亜紀と、中川大志25についにスポットが当たった。有利とは大学時代からの友人関係で、共に会社を立ち上げた同志。 実は学生時代から有利への思いをずっと隠していた今回フォーカスを当てたいのは恋の当て馬役について今まで数々の俳優たちがこの役どころで視聴者の心をざわつかせてきた今このポジションに最もふさわしいのが中川大使の演技であると声を大にして言いたい恋だらけの比重ドラマに欠かせないポジション 「ILOVE YOU」が放送されている毎週火曜22時の放送枠は「非中と呼ばれている。ここ数年、「胸キュンラブストーリードラマ」が立て続けに放送中だ。放送時間のイメージを示すかのように放送された作品の多くは「恋」の文字が使われている。20年は「恋は続くよどこまでもお金の切れ目が恋の始まりこの恋温めますか ?21 年は「王」。 マイボス、恋は別冊で、以下、ボス恋略、着飾る恋には理由があって。22年は、持続可能な恋ですか、父と娘の結婚行進曲。今年の春クールは、ぬくみメルがプライム大発主演を飾る、誰が私と恋をした。が予定されている。たとえ恋とタイトルに付かなくても、I love you、のように、非重にはラブロマンスが宿る。 ここで欠かせない役どころといえば恋の当て馬役。恋する主役の2人のどちらかを好きになり、当て馬がアプローチを重ねるたびに2人の恋に火がついてしまうという切ないポジションでもある。恋の当て馬役は最終的には1人で終わる。ただ、ドラマが終わると幸せそうなカップルの2人よりも余韻の残る役であることが多い。思い返すとトレンディドラマ時代は、 主演の二人の動向に視聴者は一喜一憂していた。それが今や、その脇にスタンバイする役にスポットライトが当たるとは予想しなかった時代の変化だ。切なさを感じさせる当て馬の演技につい応援したくなってしまうのかもしれない。恋の当て馬役トップの間宮翔太郎を抜いたのは、ここ数年間で恋の当て馬役が印象に残った俳優は二人いる。まずは 飾る恋には理由があって」に出演した向井理42ヒロイン真柴くるみ川口春奈29の元上司葉山翔吾役もともとくるみが思いを寄せていた相手だったのに次第に立場は逆転向井理が恋の当て馬というのは贅沢すぎると放送から3年経過した今でもドラマファンの間では伝説として色あせずにいる 次は間宮翔太明30、だ、ボス恋、でヒロイン、鈴木奈美、上白石萌音、ね、26、絵思いを寄せる職場、雑誌編集部、の先輩、中澤亮太を演じた。うっかり2人で同じ部屋に泊まるかもしれないという、ドラマ定番のシチュエーションになった際、もしお前が俺の彼女だったら、俺はお前が他の男と泊まんのは嫌だ。 自分の気持ちを押し殺して気遣いを見せるシーンがあった。これには私も含めて女性視聴者が、中澤先輩、と悶絶、他の宿を探す、と姿を消した中澤は、ナミがなくしたブレスレットを一晩中探すという最上級の優しさを見せた。個人的に恋の当て馬役といえばマミヤ以外考えられなくなる。そこへ大きな躍進を遂げてきたのが、中川大志だ。 競馬の実況中継で言えばダークホースの登場におおっとレースが分からなくなってきた6年ぶりの比重恋の当て馬役に再君臨中川は以前も当て馬役として見事な失踪ぶりを見せている18年花の千晴れ花壇ネクストシーズンでの長谷天馬役はパーフェクトな男子高校生だった実家はすこぶる太く本人は容姿鍛麗。 成績優秀な生徒会長。当時は「花より団子五5年」の続編だということで F1 層2024歳の女性に加えておばさん層もドラマの展開に盛り上がった。江戸川夫と杉崎花26をめぐる恋の接戦。天然ポンコツ男子のかぐらぎ春、平野紫27墓、天馬墓と放送回を追うごとに高まる視聴者のボルテージ。 ドラマ中盤、長谷天馬が優勢になるシーンもあった。が、たった一回だけ音よりも後輩を信じてしまった事件があだとなり、恋の敗者となってしまう。そして、彼のおかげで音と神楽木の思いはより深まっていった。なんと悲しい、恋の消化よ。あれから6年の時を経て、中川は再び恋のレースに参戦した。有利の、相手の心の声が聞こえる、テレパス、によって、 花亜希との大学時代から続く片思いがばれてしまった。そんなことになっているとはつゆ知らず、花岡は自分の気持ちを必死で押し殺して、優リと手オの恋を応援する。俺はただ2人にうまくいってほしいだけなのに。と、寝言でぼやく花岡。これは今までにない、ひたすら我慢を続けるパターンの当て馬役なのか。それとも思いはどこかで爆発するのか。 今夜の「アイラブユー」恋のレースでどんな失踪ぶりが見られるのか楽しみだ。どこだと思いますか次は CU でした。